って、もういいかって、デビューして、イエーイって言ってね、で、火を放って、へーありがとうよって思ったんですけど、ふと考えて、それから、まあ、何年、それから20年ぐらいしてからですかね、ふと考えると、あのギターは自分の中学2年生と一緒に成長してきた、なんか本当の心の友だったかもしれないと思うと、なんか、辛くなってきましたね。ある日楽器屋さんを見に行きますと、同じ年式の77年のそのグレコの SE450、 同じ 色のものが売ってましてね、聞かせてもらったら、ああ子供の時はこんな音がしない、全然音が違う。でもそれはギターが違うんじゃなくて、僕が中学生の時にギターのテクニックが